本日は法学研究部による模擬裁判をご覧いただき誠にありがとうございます。新型コロナウイルス感染拡大の影響により4月に行うことのできなかった新刊模擬裁判の内容を一部リメイクして今回はお届けいたします。法学研究部は青山祭 A1 グランプリにも参加しています。 A1 グランプリでは法学研究部にぜひ投票してください。それでは今回の裁判で争っていく事件の概要について説明していきたいと思います。まずは登場人物を紹介します。スライド中央にいる女性が本件における被告人渡辺芽衣子26歳です。左側にいる被害者とは不倫関係にあり、右側にいる正氏の妻でした。スライド左上にいる男性が本件における被害者関谷和俊29歳です。裁判時には残念ながら亡くなってしまっています。スライド右にいる男性が第一発見者で被告人の夫である渡辺正史29歳です。孫の誕生を望む実母から強い圧力を受けていました。スライド左下にいる女性が被害者宅の隣人である新田凛子40歳です。聴覚障害を持っていて普段は補聴器をつけています。続いて事件の概要について説明していきます。平成26年4月から渡辺芽衣子、渡辺正史、関谷和俊の3人は共に株式会社シャドウ社員青山営業部に勤務し始めました。平成28年2月から被告人と被害者は不倫関係になりました。同年10月半ば以降、その間柄が徐々に深まりましたが、被告人は正史との婚姻関係を解消したいとは思っていませんでした。平成28年10月28日、被告人から話があるのと事件当日に会う旨の LINE トークを被害者に送りました。平成28年11月4日、事件当日19時過ぎに、被告人は被害者と落ち合って、被害者宅、さくらアンズハイツ207号室近隣の洋食屋に行き、20時に被害者宅へ向かいました。同月4日、21時台には、少なくとも45分間にわたり、被害者宅から、どうして分かってくれないの?などと土器を含み相手方を非難する内容の女性の声とそれをなだめる男性の声が断続的に行われていたとされています。被告人は同月4日21時50分頃に席や宅を出て、22時頃に近隣の駐車場から車を出庫させて帰宅しました。同月5日9時半頃、被害者の上司から無断欠勤をした被害者と全く連絡が取れず、事件に巻き込まれていないか心配する旨の LINE トークを被告人は受け取りました。その後、すぐに被害者に対して被告人は心配する LINE トークを送信しました。同月5日、午前10時半ごろ、被告人は正史を伴って直接被害者宅を訪ねました。正史はベッド横に倒れていた被害者を見つけるや否や通報しました。被害者は被害者宅から付近の病院へ救急車で搬送され死亡が確認されました。なお、被害者宅からは倒れたクリスタル製のトロフィーが発見され、被告人の指紋がついていました。部屋が荒らされた形跡はありません。これから刑事裁判の流れに沿って模擬裁判が始まります。通常ならば青山学院大学に設置してある模擬法廷で行われます。今回の動画では裁判所の雰囲気がつかみにくいかもしれません。ご了承ください。それでは開廷します。
被告人は前に出て、名前、生年月日、職業を教えてください。渡辺芽衣子、平成6年12月18日生まれ、現在は株式会社、書道社員営業部社員です。それでは、これからあなたに対する殺人被告事件について裁判を始めます。検察官は起訴状を朗読してください。起訴状、令和2年10月31日、青山地方裁判所殿、青山地方検察庁、検察官、検事、青山あやみ、下記事案につき控訴を提訴する。本席、栃木県宇都宮市行座町97-6、住所、東京都世田谷区赤山、職業、株式会社、社労社員、営業部社員、勾留中、渡辺芽衣子、平成6年12月18日生まれ、控訴事実。被告人、渡辺芽衣子は、不貞関係にある被害者、関谷和俊を、クリスタル製のトロフィーを使い、被害者を殺害したものである。罪名及び罰条、殺人罪、刑法第199条。これから審理に入りますが、被告人には黙秘権が認められています。答えたくない質問には答えなくてもいいですし、言いたいことがあるときは許可を得て発言することができます。ただし、あなたがこの法廷で述べたこと、有利不利を問わず、すべてこの裁判の証拠になります。ですから質問にはよく考えて答えてください。よろしいですか？その上でお聞きしますが、今述べられた内容について何か言いたいことがありますか？私はこの裁判で真実が明らかになることを願っています。弁護人、ご意見は？渡辺美衣子さんのおっしゃる通り、彼女は犯人ではございません。被告人は下がってください。検察官は冒頭陳述をしてください。冒頭陳述用紙、令和2年10月31日。被告人、渡辺芽衣子に対する殺人被告事件について、検察官が証拠により証明しようとする事実は以下の通りである。第一、被告人の心情経歴等。被告人は平成6年12月18日に生まれ、平成26年4月から、被告人は渡辺雅史と被害者関谷と共に、株式会社、社労社員、青山営業部に勤務し始めた。その後、同年9月に被告人と渡辺雅史は婚姻関係となった。第2、被告人と被害者との関係及び犯行に至る経緯。被告人の夫である渡辺雅史は、結婚当初から実母より跡取りが欲しいという要望を受けており、そのため平成27年9月、被告人に子供が欲しいという考えを伝えた。しかし、被告人には子供が欲しいという考えはなく、意見の相違から2人は口論となり、結局互いの意見はまとまらずに終わった。このような考えの不一致もあってか、被告人は平成28年2月から同じ会社に勤めている被害者関谷と不倫関係になった。そして、被告人と被害者関谷の関係は徐々に深まっていった。しかし、同年10月上旬、夫の渡辺雅史が被告人の LINE のトーク履歴を見た結果、2人の不倫関係を知ることになった。その後、渡辺雅史は被告人にそのことを打ち明け、同年10月25日に被告人に対し、被害者関谷と別れるように促した。被告人は夫である渡辺雅史を愛しており、婚姻関係を解消したいと思っていなかったこともあって、その考えに同意した。第3、犯行状況。平成28年10月28日、被告人は不倫相手である被害者関谷に対し、話があるのと事件当日に会う旨の LINE トークを送った。そして、事件当日の同年11月4日午後7時過ぎに、被告人は被害者関谷と落ち合い、被害者宅であるさくらみらいハイツ207号室近隣の洋食屋に行き、夕食を食べた。そして、午後8時に被告人と被害者関谷は被害者宅に向かった。被害者宅に着くと、被告人は被害者関谷に対し、不倫関係をやめたい旨を話したが、被害者関谷の同意を得られず口論となった。この口論は午後9時台で45分間にわたってなされ、
どうして分かってくれないのなどと怒気を含み、相手方を非難する女性の声と、それをなだめる男性の声が断続的に行われた。この間の声については、被害者宅の隣人である新田凛子にまで聞こえるほどの大きな声であった。その後、被告人は午後9時50分に被害者宅を出て、午後10時ごろに近隣の駐車場から車を出庫させて帰宅した。第4、事件発生時の状況。平成28年11月5日午前9時半ごろ、被告人は被害者関谷の上司から無断欠勤をした被害者関谷と全く連絡が取れず、何か事件に巻き込まれていないか心配する旨の LINE を受け、その後すぐに連絡を取ったが返信が来なかった。そのため午前10時半ごろ、被告人は渡辺雅史を伴い被害者関谷宅を訪ねた。その際、渡辺雅史は被害者関谷がベッド横に倒れているのを発見し通報した。第5、事件発覚時の状況。被害者関谷は付近の病院へ救急車で搬送されたが、その後に死亡が確認された。なお、被害者宅からは倒れたクリスタル製のトロフィーが発見され、被告人の指紋がついていた。また部屋が荒らされた形跡はなかった。第6、その他情状。量刑に関して考慮すべき点は、まず動機が短絡的かつ自分本位なものであること、次に被害者を殴った際にすぐに医療機関に通報しなかったこと、最後に被告人は無罪を主張し反省が見られないこと。以上です。続いて弁護人は冒頭陳述をお願いします。冒頭陳述要旨。上記被告人に対する殺人被告事件について、弁護側が証拠により証明しようとする事実は以下の通りである。検察側は殺人罪が成立するとの主張である。しかし本件において被告人に犯人性が認められないため、弁護側は無罪であると主張する。その主張を成立させるべく以下の事項を立証していくことにする。第一、殺人行為に出た者が被告人であるとは言えないこと。以下の事実をもとに立証していくことにする。1、被告人の夫である渡辺雅史は実母に子供を強く要求されていたこと。2、被告人は被害者の欠勤理由を知らず心配するメッセージを送ったこと。以上の事実から殺人行為に出た者が被告人であるとは言えないと考えられる。第2、新田凛子、以下凛子の証言が犯人性を裏付ける間接事実とならないこと。以下の事実をもとに立証していくことにする。1、凛子が聴覚障害を持っていること。2、証言と供述調書で矛盾点が存在すること。以上の事実から凛子による証言が犯人性を裏付ける間接事実とはならないこと、ならないと考えられる。第3、以上の事実を主として被告人の犯人性は認められず殺人罪は成立しないということを主張していく。以上です。本件の争点は被告人に犯人性が認められるか否かです。より詳しく言えば、被告人が本件の犯人と同一であるか、あるいは被告人ではなく第三者が犯人であるのかということです。弁護人が被告人には犯人性が認められず無罪であると主張する一方、検察官は被告人には犯人性が認められ殺意を持って本件行為を実行していることから殺人罪が成立すると主張していきます。犯人性とは、被告人が事件の真犯人と一致するか否かということを争うときに用いられる言葉です。本来、刑事事件が争われるときには、原則として疑わしきは罰せず、つまり確実に被告人が犯人であるということが立証されない限りは有罪とはならない、推定無罪の原則というものがあります。検察側は、起訴した被告人が有罪であることを立証すべく、まずは、被告人に犯人性が認められるということを証拠を用いて証明していかなければなりません。一方で弁護側は、検察側の主張に対して、
合理的疑いを挟む余地があると一つでも立証すべきことを崩せたのであれば、検察側の主張は認められないこととなります。次に、証拠調べ手続きに入りますが、その前に本件では公判前整理手続きが設けられています。公判前整理手続きは、裁判を計画的かつ迅速に行うことができるように、あらかじめ争点や証拠を整理する手続きです。証拠に関しては、これから述べていきます。それでは、検察官の証拠請求をお願いします。項1号証から8号証及び乙1号証から6号証までを証拠として申請します。弁護人は申請された証拠に同意しますか？項7号証、項8号証、乙1号証ないし、乙4号証に不同意します。検察官、同意いたしますか？問題ないです。それでは代わりに証人として新田凛子、渡辺雅史を申請します。弁護人はそれでよろしいですか？しかるべく。それでは証拠を決定します。続いて弁護人の立証はどういたしますか？弁1号証から弁3号証を申請します。検察は申請された証拠に同意しますか？同意します。それでは決定します。それではまず検察が申請の証拠を取り調べます。検察側は証拠内容を説明してください。申請証拠。項1号証、平成28年11月5日付、司法警察院による事件現場の実況見聞書、事件現場及び現場周辺の状況について記載。項2号証、平成28年11月5日付、司法警察院による事件現場の鑑定報告書。項3号証、平成28年11月6日付、司法警察院による被害者発見時の見聞書、被害者の状況を記載。項4号証、平成28年11月8日付、医師による被害者関谷和俊の診断書。項5号証、平成29年1月13日付、霊障大学医学部消化器内科臨床医による死亡推定時刻の意見書。項6号証、被告人が殺害のために使用したトロフィー。乙5号証、被告人の前科照会回答書、前科なし。乙6号証、被告人の戸籍謄本、以上です。続いて弁護人は証拠の内容を説明してください。弁1号証、被告人による関谷へのメッセージアプリでの送信内容。弁2号証、被告人宅のコート。弁3号証、新田凛子担当医師による聴覚障害の診断書。以上です。次に検察が申請の証人尋問を行います。新田凛子さんは証言台にお越しください。新田凛子さんですね。本日はご苦労様です。先ほど書いていただいた証人カードの内容に間違いはないですか？それではこれからお尋ねしますが、その前に宣誓してください。宣誓。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず偽りを述べないことを誓います。今宣誓をしていただきましたが、宣誓をした証人が嘘を述べると偽証罪に問われることがありますから注意してください。それでは検察官は主尋問をお願いします。それでは新田凛子さんに対する主尋問を始めさせていただきます。あなたのお名前とご職業を教えてください。新田凛子と申します。近所のスーパーで副支店長を任されております。お住まいはどこですか？ワンバイテラスの206号室です。ご家族は？5歳の息子がいます。昨年離婚して今は息子と2人で暮らしております。
関谷さんと面識はありましたか？はい、お部屋が隣同士ということもあり、ゴミ捨ての時なのによくお見かけしておりました。その際に会話などは？いえ、お互い会釈をする程度で、それ以外は。関谷さんの部屋に出入りしている人はいましたか？ええ、よく女性が関谷さんの家を出入りしていたのを覚えています。なぜ覚えているのですか？玄関先で会うと笑顔で挨拶してくれるので、長い髪がとてもいい特徴的でした。11月4日のことについて伺います。あなたは何時頃帰宅しましたか？確かその日も19時前です。息子を迎えに行くのが毎日その時間帯なので間違いないかと。ではあなたは11月4日21時の段階においてもご自宅にいたということでよろしいですか？はい、ちょうど息子を寝かしつける時間なので間違いなく自宅にいたと思います。その時間に隣の関谷さんの部屋で何か印象的なことはありましたか？ええ、男女の言い争う声が聞こえてきました。その男女の言い争う声はどのくらい続きましたか？おそらく1時間弱は続いていたと思います。なぜ覚えているのでしょうか？その怒鳴り声で息子がなかなか寝ついてくれなかったので。ということは息子さんはいつごろ眠りにつけたのでしょうか？1時間弱の言い争う声が止んだ後、やっと寝ついてくれました。これまでにも息子さんが寝つけないほどの言い争いを聞いたことはありましたか？いえ、後にも先にもその日だけです。覚えている範囲で構いませんので、具体的に聞こえた言葉を教えてください。どうして分かってくれないのという女性の声が聞こえました。その言葉だけははっきりと聞こえたということですね。ええ、その言葉は印象的でしたね。他に例えば被告人のお名前などが聞こえたりとかは？異議あり、誘導尋問です。検察官、何かご意見は？被告人がその時間帯に関谷宅にいたことは当事者間でも争いのない事実であり、刑事訴訟規則第199条の3、第3項、2号にあたり不当であるとは言えません。弁護側の異議を認めます。検察官は質問を変えるか質問の仕方を工夫してください。では次の質問に移ります。息子さんが眠りについた後、あなたは何をしましたか？洗濯物を取り込むためにベランダに出ました。その際何か見えましたか？はい、女性がマンションのエントランスから出ていくのが見えました。その女性の様子はどうでしたか？バッグを落として中身を急いで拾っていました。その姿に見覚えはありましたか？関谷さんの部屋をよく出入りしている髪の長い女性に似ているなと感じました。黄色のコートを着ていたのがとても印象的でした。以上です。次に弁護人は反対尋問をお願いします。それでは新田凛子さんに対する反対尋問を始めさせていただきます。先ほどの尋問で平成28年11月4日の21時ごろ、隣の部屋から男女の言い争う声が聞こえたとおっしゃいましたよね。はい、言いました。もう一度その時聞こえてきた言葉を教えてください。女性の声でどうして分かってくれないのという言葉です。その記憶は正しいのでしょうか？もちろんです。あそこまで子供の寝つきが悪かった日はありませんから。本当はそこまではっきりとは聞こえていなかったのではありませんか？いいえ、はっきりと聞こえました。わかりました。それではここで弁3号証を提示します。
こちらはあなたの聴力診断書で間違いありませんね。はい。記載内容によると、あなたは感音性難聴、つまり普段の生活において音や声が聞き取りにくいという診断を受けていますね。はい。ありがとうございます。それでは次の質問に移ります。あなたの部屋の位置はどこですか？岸型のところです。それでは関谷さんの部屋の位置を指してください。この星印のところです。ありがとうございます。そのひし形の位置から足早に走る女性を見たと、そういうことでしたね。はい。さらにその女性はコートを着ていたとも証言してくださいました。その見覚えのあるコートは、どのような色のコートだったのか具体的に教えてください。ええ、間違いなく黄色のコートです。普通、エントランスから出てくる人のことなんていちいち覚えてますかね。私、記憶力には自信があるんです。あと、コートがとっても派手だったということもあって、よく覚えています。本当はよく見ていないのに、見たと思い込んでいるという可能性は？いいえ、そんなことは絶対ありえません。わかりました。ところで、あなたはこの事件の次の日に、青山学院警察署の警察官から事情を聞かれていますよね。はい。あなたは鮮明な記憶のままをその警察官に話しましたか？はい。特に付け加えたり隠したりはしませんでしたか？はい、ありのままを。刑事さんは訂正があれば言ってくださいという旨のことを言いましたよね。その際訂正を求めましたか？いいえ、話した通りのことが書かれていたので、その必要はありませんでした。証人の平成28年11月5日付警察官調書を示します。この末尾にある新田凛子という署名及び新田という印はあなたが捺印したものですか？はい。ではこれは事件翌日に青山学院警察署で警察官の事情聴取を受けたときに作成された供述調書に間違いありませんね？はい、間違いあります。わかりました。ここで新田凛子さんの供述調書を読ませていただきます。私がその部分を読みますので、新田さんは目で確認してください。足早にエントランスから出てきた女性はヒョウ柄のコートを着用していた。私は書かれている通りに読みましたね？はい、確かにそう書かれていますね。以上です。他に何かありませんか？これで新田凛子さんの証人尋問を終わります。新田さんは下がってください。続き、警察が申請の証人尋問を行います。渡辺雅史さんは証言台にお越しください。渡辺雅史さんですね、本日はご苦労様です。先ほど書いていただいた証人カードの内容に間違いはないですか？それではこれからお尋ねしますが、その前に宣誓してください。宣誓。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず偽りを述べないことを誓います。今宣誓をしていただきましたが、宣誓をした証人が嘘を述べると偽証罪に問われることがありますから注意してください。それでは検察官は主尋問をお願いします。それでは渡辺雅史さんに対する主尋問を始めさせていただきます。あなたのお名前とご職業を教えてください。渡辺雅史と申します。妻のメイコと関谷と同じ営業部で働いていました。誰と住んでいますか？今は妻と住んでいます。奥様との関係について伺います。いつから交際を始め、その後結婚したのですか？平成26年の4月に妻と同じ職場になってすぐに親しくなり、同じ年の9月には結婚しました。いわゆるスピード婚。結婚生活はどうですか？結構円満だったと思うんですけどね。しかし、その1年半後に奥様は不倫なされたということですね。
はい。奥様が不倫に至った原因を一つ挙げるとしたら何が考えられますか？子供のことで意見にすれ違いがあったのが一番の原因かなと。奥様の不倫に気づいたのはいつ頃ですか？子供のことをめぐって口論になった時から1年ぐらい経った時ですかね。その不倫に気づいた後、あなたはどうしましたか？メイコには戻ってきてほしかったので、その場ですぐに指摘しました。それに対して奥様は？僕の願いが通じたようで、メイコは関谷と別れると約束してくれました。なるほど、ありがとうございました。続いて11月4日の夜のことについて伺います。その日、奥様と関谷さんが会っていたのはご存知ですか？はい。メイコの方から聞いていたので知ってはいました。奥様が出かける際、その様子について何か気になることはありましたか？いえ、特には。もちろん、これから別れ話をしに行くわけですから、不安そうな表情ではありましたけど。その後、あなたは何をしていましたか？特にすることもなかったので、早めに寝室へ向かいました。次の日も朝から仕事でしたし。その後は寝ていたということですか？いえ、うちでは家に着く少し前に、その旨のメールをお互いに送ることになっているので、妻からのその通知で目が覚めました。そのメールをもらった後はずっと起きていたということですか？異議あり、誘導尋問です。検察官、何かご意見は？ありません。質問を撤回します。そのメールで目覚めた後、あなたは奥様が帰宅するまで何をしていましたか？あまり詳しくは覚えていないんですよね。おそらく、うたた寝状態だったのかなと。でも、その後、鍵の開く音がして目が覚めました。帰宅した奥様とは何か言葉を交わされましたか？いえ、特には。見た感じ、本当にぐったりしている様子だったので、こちらから声をかけることはしませんでした。奥様の様子について、もう少し詳しく教えていただけますか？そうですね。青白いっていうのかな。とにかく顔色は最悪でした。あと、目の焦点もどこか合ってないような気もしましたね。次に弁護人は反対尋問をお願いします。それでは渡辺雅史さんに対する反対尋問を始めさせていただきます。あなたが毎晩お休みになる時のことについて伺います。はい、どうぞ。雅史さんのお宅にはいつも奥様と二人で寝ている寝室がありますね。はい。寝室に置かれているベッドの位置は足が寝室の扉の方に、頭が扉とは真反対の壁の方に向かう形ですね。ええ、そうですね。寝室に入られるのは奥様といつも同じタイミングですか？いえ、確実と言っていいほど僕の方が早いと思います。その後、何分くらい経ってから奥様は寝室に入られるのでしょうか？メイコが来る頃、僕はもう眠ってしまっているので、詳しくはわかりませんが、1時間くらいですかね。あなたはお休みになる際はいつも部屋を真っ暗な状態にしますか？ええ、もちろん。寝ているわけですから、真っ暗にしますよ。それは11月4日の夜も例外ではありませんね。はい。僕が一人明るい部屋で眠るということはまずありえません。当然、22時過ぎに寝室に入ってきたメイコさんが電気をつけるということもありえませんね。ええ、メイコもその日はすぐに隣で眠ってしまったわけですから。ありがとうございます。では、そのような真っ暗闇の中で見た11月4日のメイコさんの様子をもう一度教えていただけますか？ですから、顔は青ざめていて、目もうつろで、真っ暗闇の中でよくそこまで観察できましたね。確か廊下の電気はついていたんじゃなかったかな。
廊下の電気がついていたら逆光でなおさら表情は見えづらくなりますよね。そうかもしれません。以上です。他に何かありませんか？これで渡辺雅史さんの証人尋問を終わります。渡辺さんは下がってください。以上で検察側申請の証拠の取り調べは終わります。次に被告人質問に入ります。被告人は前に出てください。弁護人、主尋問をどうぞ。それでは被告人渡辺芽衣子に対する主尋問を始めさせていただきます。あなたのお名前とご職業を教えてください。渡辺芽衣子です。夫と同じ営業部で働いていました。正志さんとの夫婦関係は良好でしたか？良好でした。しかし子供のことで意見にすれ違いがありました。関谷さんとの出会いを教えてください。もともと職場が同じでした。一緒に仕事をするようになってお互いのことを知りました。関谷さんとのご関係を教えてください。不倫関係にありました。関谷さんと不倫関係にあったことを夫である正志さんは知っていましたか？はい、知っていました。関谷さんとの不倫関係について正志さんからどんな指摘をされましたか？夫婦関係をやり直したいのであれば関谷さんと別れてほしいと言われました。そのような指摘を受けあなたはどうされましたか？夫と別れたくなかったので関谷さんとの不倫関係を解消する約束を夫としました。11月4日のことについて伺います。関谷さんとはどのような目的で会いましたか？不倫関係を解消したいと告げるために会いました。関谷さんと落ち合ってからの行動を教えてください。19時に公園で待ち合わせをしすぐに洋食屋さんに行きました。食事後関谷さんの家に行きました。着いたのは20時後だったと記憶しています。関谷さんの家で何をしましたか？別れ話をしました。しかし関谷さんに別れたくないと言われてしまい話に決着をつけることができませんでした。関谷さんの家を出たのは何時頃ですか？21時頃です。関谷さんの家からご自宅までは車でどのくらいかかりますか？10分くらいです。帰宅したのは何時ですか？22時頃です。関谷さんの家から10分ほどでご自宅に着くと言っていましたがご帰宅が遅れたのはなぜですか？自分の車の中で関谷さんと別れられなかったことを悔やんでいました。正志さんにどう話せばいいのかわからなくて。ご帰宅後すぐに寝室に向かったのはなぜですか？正志さんと関谷さんの話をするためです。玄関先が暗かったので正志さんは寝室にいると思いました。正志さんと関谷さんの話はしましたか？いえ、正志さんはとても眠そうにしていたので話しませんでした。関谷さんの家を出てから関谷さんと連絡は取りましたか？話し合いをした日には連絡をしませんでしたが、翌日に LINE しました。それでは翌日5日のことについて伺います。あなたは関谷さんにどのような内容の LINE をしましたか？朝起きてすぐにもう一回話し合おうと連絡しました。あなたは時間を置いてさらに LINE をしているようですが、それはなぜですか？マメな関谷さんが既読すらつけないのはおかしいと思ったからです。関谷さんと連絡がつかないと分かった後、あなたはどうしましたか？ちょうど正志さんと外回りの営業があったので、一緒に関谷さんの家に行きました。以上です。検察官、反対尋問をどうぞ。それでは渡辺芽衣子さんの反対尋問を始めさせていただきます。関谷さんのお部屋にあったトロフィーについて伺います。そのトロフィーからあなたの指紋が検出されたのですが触れた記憶はございますか？
ええ、いつなのかまでは覚えていませんが、触った記憶はあります。なぜトロフィーに触ったのでしょうか。きれいなクリスタル製のものでしたので、興味本位で持ち上げたことがあったような気がします。凶器として使われたトロフィーをどのように持ったのか、具体的に表現し、言葉で表現していただけますか。はい。右手でトロフィーの下を支えて、トロフィーが倒れないように左手を添える感じです。ありがとうございます。検察による検証結果では、メイコさんの指紋はトロフィーの底面からは検出されておらず、もっぱら側面からのみでした。正確な持ち方まであまり自信がなくて、すいません。では次に11月4日の21時から22時までの間の出来事について伺います。先ほどの尋問によると、あなたは関谷さんと折り合いがつかなかった言い訳を車の中で考えていたそうですね。はい、そうです。それは運転もせずずっと同じ場所で考えていたということですか？いえ、一通り車の中で泣いた後、気分転換にドライブしようと思って車を出しました。車の中で運転せずにいた時間は何分ほどでしょうか？10分くらいですかね。ありがとうございます。ここに関谷さんとあなたの家が写っている地図があります。あなたが運転した経路を指で追っていただけますか？異議あり、証言の基礎がありません。検察官、何かご意見は？ありません。質問撤回します。では、覚えている範囲で構いませんので、どのような経路で帰ったのか教えていただけますか？途中でここのコンビニに寄りました。大学前店ですね。その記憶に間違いはございませんか？ええ、ここでコーヒーを買いましたね。大学前店の防犯カメラを調べたところ、その時間帯にあなたが来店したという映像は残っておりませんでした。あれ、違うところだったかな。ありがとうございます。コンビニを通る遠回りした経路におきましては、あらかじめこちら側で時間を計測しておきました。その検証結果によれば、その経路を走行するのに要する時間は30分程度です。そうですか。以上です。他に何かありませんか？これで被告人質問を終わります。被告人は下がってください。検察官のご意見を伺います。この後、検察側は論告、弁護側は最終弁論を述べて審理が終わります。通常、我々が行う模擬裁判では傍聴人の皆様に有罪か無罪かを決めていただいています。最後、多数決で決まった判決を被告人に言い渡し、裁判は終了となります。いかがでしたか？初めての試みでお聞き苦しいところもあったかもしれませんが、最後までご覧いただき本当にありがとうございました。今回の模擬裁判でご意見がある方は、ぜひ公式 Twitter または LINE でお送りください。率直に有罪や無罪と判決だけでもご意見いただければ幸いです。 A1 グランプリの投票もお忘れなくお願いします。ありがとうございました。